マリンルケ州、ボアク、マイボのバランガイ庁舎。バランガイは、フィリピンの都市と町を構成する最小の地方自治単位であり、村、地区、または区を表す、独自のフィリピン語である。また、バリオという旧名でも知られる。バランガイは地名において、しばしば、無事、または、無事と略される。2019年5月時点で、フィリピンには、合計42,045のバランガイがある。 バランガイは現地の言葉で小舟を意味する言葉であり、フィリピンがスペインの支配下に入る以前に小舟に乗ったマレー人がフィリピン諸島の各地に住み、それをバランガイと呼称したことに始まる。スペイン統治期にはバリオと称されたが、徴税機関としての地位しか持たないものであった。1973年、フェルディナンド・マルコス大統領の統治機関に、 マリオから再びバランガイに解消され、そして1991年の地方自治体規約の元で成分化された。バランガイは、市と町の下に置かれ、政府の政策、計画などの基礎的単位として置かれる、l g c 1バランガイは、国家統計局が証明する2000人以上の人口を持つ一連の土地を単位として設立することができる、l g c 2ただし、 二つ以上の島を含む場合は一連でなくても良い。l g c にバランガイは行政機能を持つバランガイ政府とバランガイ議会などで構成され、政府は住民から構成されるバランガイ庁を中心に行政サービスを行う。議会は9名の議員で構成され、条例の制定や予算の審議、開発計画や住民福祉計画の審議などを行う。バランガイには 地域住民の意思を幅広く取り入れるため、青年バランガイ議会と呼ばれる15歳から21歳までの青年層からの交戦による議会や、バランガイの直面する諸問題や財政状況、事業の進歩状況など、活動内容を、校長、討論するバランガイ会議などが置かれている。バランガイ会議はバランガイに6ヶ月以上居住する15歳以上のフィリピン国民全員が参加し、 バランガイにおける葬儀や、紛争の仲介、朝廷、管轄の市長の地方予診裁判所への朝廷の結果、報告を行う、2013年10月28日実施、即日開票、国内計4万2028バランガイの議長と議員が決定、投票絡みの暴力事件や事故で7人が死亡、7人が負傷、ありがとうございます。